この冬、忘年会や新年会を開催しない予定の企業が9割近くに上ることが調査会社の調べでわかりました。新型コロナの感染が再び広がる中、東京商工リサーチがアンケート調査を行いました。その結果、忘年会や新年会について、去年開催し今年は開催しない予定と答えた企業がおよそ66.7%、 去年は開催せず、今年も開催しない予定が21.1%で、合わせて87.8%に上りました。企業は従業員の感染防止に最新の注意を払っているとみられ、飲食店は個人の小規模な会の取り込みを迫られることになりそうです。